あれなんですよね、企画展以外もダリの作品はもちろんあるんですよね。はい、ございます。行きましょう。はい、先ほど紹介した写真のダリアトミクスの、はい、前年ですね、まさにダリが科学に非常に興味を持っていた時期の作品になります。これは何のイメージなんですか？人の後ろ姿みたいな感じに見えますけれども。そうですよね、これ人間の後頭部のようなものが描かれてまして、はい、でそのちょっと奥にですね、同じシルエットの樹木が描かれてます、うんうんうん、なるほどなるほど。ははは。これダリの作品 の、 全般の特徴なんですけども、ダブルイメージといって、はい、同じシルエットのものが別の物体として描かれていたりですとか、うんうんうん、あとはもう一個ですね、ちょっとその騙し絵的な手法の中でこの作品ですと、はい、今後頭部とおっしゃっていただきましたが、首のところを隠すとですね、はい、ちょっとなるほど、もくもくと煙のようなものに、原爆みたいなイメージですか？そしたら、そうなんですよ、はい、まさにその通りでして、はい、はあ、はあ、ね、45年のその原爆のニュースを知ったダリが、うん、単純にその目には見えない原子という小さな物質が、うん、人間の科学力を集結した結果、はい、ものすごいエネルギーを持った武器になったということに、うんうんうん、単純に驚いたみたいです。なんかそんなものができるんだっていうところから科学に非常に乗り込んでいって、はい、であともう一点少し紹介させていただきますとですね、はい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 、この油絵の作品が、はい、当館でコレクションしたダリの油彩画の一番最初のコレクションになります。はい、じゃこれがなかったら諸橋近代美術館なかったと言っても過言ではないんですね。そうですね、当館の絵画のコレクションはもうここからスタートしたので、そういった意味でも、はい、ぜひお楽しみいただければなと思います、うん、くり見ていただきたいと思います。もうコロナの影響がない頃でしたらなんか、はい、キーブレイクを挟みながら本当に半日ほどお楽しみいただける方もいますね。そっかそっか。あ、でかい作品が出てきましたね、これはまた。はい、これも当館の代表的な作品でして、これは62年に制作された作品です。ダリ、はい、が幼い頃にですね、スペイン、自分の出身地で展覧会が開かれた時に見た作品の中の一つに、はい、マリアノ・フォルティニーという歴史画家ですね、スペイン出身の歴史画家が同じく、テトアンの海戦、戦いというですね、テーマで、はい、戦争の記録画として書いた作品を、はい、誰が小さく、ま、そうですそうです、はいはいはい、求めたがあって見てたんですね、うん、で非常にその頃ダリはその作品に感動したようでして、うんうん、ずっと自分もいつかそのスペインの歴史と関わる一大テーマを、うん、こう数字のシルエットは見えますかね皆さん。数字のシルエット、数字の7とか7、そうですそうです。58が見えますかね。あ、見えますか。4とか2とか見えますね。はい、これは元ネタにはないんですね。ないんです、はい、うんうん、そうなんですよ。ダリって非常にその何でしょうね、数字を何かを意図してなのか、結構晩年の作品にこうダブルイメージで書き込んでいるんですけれども、はい、あくまでちょっと当館での解釈の一つなんですけど、はいはい、今おっしゃっていただいた58っていう数字ですね。はい、この58ってですね、この作品を書いた時のダリの年齢も58歳なんですよ。あ、なるほど、自分の年を書いてるんですか、そこは。うん、そうです。という説がある。はい、できるかなと。もうだから、ダヴィンチコードみたいなことですね。ダリコードがいっぱいその中に入ってるんですね、その絵の中に。そうなんです。で、その58っていう数字を挟んでいる2人の、騎馬兵なんですけど、はい、うん、左側のですね、青いターバンを巻いてる方が、ちょっとすごい寄っていただかないと分かりづらいかもしれないんですけど、はい、これ、ダリの顔なんですね。なるほどなるほど、うんうんうん、でそのお隣のですね、はい、一番センターに書かれてる人、はい、この人は結構はっきり分かるかと思います、はい、これ奥さんの柄の顔です、うんうん、だから夫婦で描かれてるんですね、この中に。そうなんですよね。あ、なんとなく見えるかもしれないですね、58を挟んで、はい、うんうんうん、でやっぱりこう柄の方は剣振りかざしてちょっとやはり強そうな女性っていうようなイメージで描かれてます、ね、確かに確かに。実際ダリとガラは何歳差なんですか？やっぱガラのはお姉さんなんですか？そうです、姉さん、ガラの方が、10歳年上ですね。あ、10歳も上なんですね、はい、うん、でそういったところも加味してか、この絵ですね、はい、戦うガラだけじゃなくて上の方に目線やっていただきますと、はいはいはい、ちょっと聖母のようなですね、穏やかに戦場を見下ろしている人が描かれてますけど、これもガラです、はい、じゃあ2人に
2回登場してるんですね、一つの絵の中に。そうなんです、うん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 、はい。でこれ実際あの柄がですね、二面性のある女性だったからじゃないかというところが非常に強いんですけども、はい、かたや先ほどご説明したように、あの、うん、芸術家のダリをマネジメントする敏腕のマネージャーで、非常に強い屈強な女性というようなイメージもありましたし、はい、あの10歳年上ですので、はい、ダリにとってみればその対等な女性というよりはどこかあの頼れるお母さん、はい、そうかそうか、なるほどなるほど、といったところもあるので、まあ、この絵の中だと、はい、まあ、共に戦う戦士としての柄と、あの、はい、優しく空から見守ってる柄っていうのはですね、2つのイメージで描かれてるんじゃないかというような、要するに パブリックな柄とプライベートな柄がいるわけですね。そうですね、その中にっていうことなんです、はい、なるほど。この彫刻ホールから見ていただける、はい、お庭の景色と、あとあの、はい、万代山の噴火口もですね、お天気がいいと、はい、ここから見えますので、はい、その雄大な自然も楽しんでいただけたらなと思います、はい、これそもそも建物は何のイメージだったんでしたっけ。これはですね、あの、はい、創立者が、まあ、中世の馬小屋のシルエットをイメージして作ったものと言われておりますね、はい、そういうイメージなんですね、これは。だから、ね、なるほどなるほど、はい。エコバッグ、トートバッグ気になりますね。これも新作ですか。これなかったですよ、はい、今までも。今までなかったです。今回の展覧会に合わせて、はい、制作しまして、まあ、こちらですね、はい、まあ、オセロット、まあ、先ほど紹介もありましたように、ダリ、ドルにまみれたダリとオセロットの作品と、はい、あとこちらですね、はいはい。こちらも紹介にありました、まあ、ダリの顔が透明になっている作品ですね。なんかこちらの2点で。おいくらですか、ちなみに。あ、こちらですね、1つ700円になります。え、そんな安いんですか。あ、そうです、税別700円で、税込みですと770円ですね。服につけてた人形が見たいって方もいらっしゃいまして。あ、本当ですか。人形はあれはどこにあるんですか、はい、人形。こちらも販売しておりまして、こちら本当だ、マグネットパペットといいます。こちら1100円になるんですけど、はい、指につけてやってもいいです。なるほど。ガラとロブスターの作品をイメージした、あの、はい、天然石で作ったブレスレットとハルスマン店の図録になります、はい、で価格は1980円なんですけども、はい、4種類用意しております。すごいですね、自分の好きな表紙で買えるんだ、はい、展覧会見ていただいて、まあ、はい、気に入った作品のものがあれば、はい、そちらを選んでいただくのがいいんですけど。そうかそうかそうか、はい、こちら最後、すみません、はい、カフェでなんですけども、はいはいはい、今回オリジナルのステンレスボトルを作りました。すごい、あ、はい、こちら。これ去年までなかったんですね。そうです、去年までなくて、今年の、はい、6月1日から販売開始しております。ちなみに外は今いい感じで暗くなってますか。こういった池の水面に美術館が映るので、はい、美術館の開館時間のみ門が開いている状態ですね。そうか、じゃあ、はい、本当に貴重な。あとはもうここで働くしかないですね。この映画が見たかった。そうなんです。ですね。いや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 。すごい。もうでもこれはオンラインイベントならではの光景ですね。こういうことができるんですね、オンラインだと。